南方沖大橋、または南方王国大橋は台湾イラン県総王鎮、南安里と南達里協会の南方沖業港内に架かるアーチ式の道路橋。南方王で環状路線を形成する重要ランドマークであったが、2019年10月1日午前に崩落事故が発生した。南方沖第一漁港の対岸では造船所が事業を拡大していたため、 1976年にコンクリート製の出せ橋が造成されたが、高さ不足により、漁船のレーダーアンテナが接触するなど、大型船の通行には不向きだったことで、構内をまたぐ大型橋が計画される。南方沖大橋は、台湾省政府の建設基金による補助事業で、キールン公務局が、ギラ県政府農業局に建設を委託している。 いずれも国内業者のアシン工程顧問講師が設計を立営映像講師が施行を担当した。1996年1月27日にコンクリート橋で起工、総額2.5億入台湾ドルを投じて1998年6月20日に完工した。初代のコンクリート橋は2000年4月に撤去され、現存しない。対抗生活高強度の定合均衡が使われ。 不在総重量は1535トン。全長は140メートル、幅15メートル、高さは18メートル、海上面からのアーチリブ頂点までの高さは47.5メートル、アプローチ部分も含めた全体長は897メートル。大型漁船通行時の障害をなくし、漁港の発展に貢献した。台湾では、平日が試験新遠鏡。 東港鎮の新徳大橋と共に数少ない単元アーチ橋が一本の単元ローゼ橋でアーチリブから斜めにケーブルを張っているタイドアーチ式に分類されるなどその変則型となる交差型単元アーチ橋としてはスペインセビリアにあるバルケッタ橋に次いで20世紀開通のものとしてはアジアでは唯一かつ初の採用例となっている 逆 Y 字型自体は他にデオーフェルステーク橋やテルセールミレニオ橋などがある程度で世界的に見ても採用例は少ない2019年10月3日交通部長の林慶流は3年以内に新しい橋を再建する意向を表明している同月19日交通部は航路総局の協力の下で3年以内に材質をコンクリートに変えてカンチレバー橋として 総額6億元で再建する方針を示した。2020年10月5日、再建の起工式典が行われた。完成は2年後を予定している。新橋の設計は、国内大手の台湾与朝日工程顧問。施行は、国内ゼネコンの新屋建設が、約8.48億乳台湾ドルで受注している。内海灘道府三南方、沖天望台からの漁港や軽漁港周辺は、 寺院も多く、海岸も風光明媚な観光地となっている。以下の日時はすべて現地時間。2019年10月1日午前9時半ごろ、橋の中央部分が崩落した。3隻の漁船が巻き込まれ、橋上を通行中に落下したタンクローリーが橋脚付近に衝突したはずみで発火した。13時時点で10人が医療機関に搬送され、少なくとも6人が 漁船に取り残され行方不明となった。また、救助活動の一環で会場にオイルフェンス不設作業中だった海順賞、職員2名が負傷し、近隣医療機関で手当てを受けた。橋の下には台湾電力の高圧電線があり、この事故の影響で2400個余りが停電した。大電はバックアップ経路を使い、午前10時48分に全戸で復旧を完了している。 不明者のうち2名は、当日に、2名は、翌2日に遺体が発見された。3日午前11時、行方不明となっていた最後の1人が発見され、死者は6名となった。タンクローリーの運転手は、橋の対岸にある漁港の台湾の中、油かゆたんへ配送中だったが、事故を目撃したかゆたん職員により、火災が激しくなる寸前に救出された。 行政道路行政の監督官庁である交通部は、橋の崩落原因調査のための調査チーム派遣を、漁港内の600隻以上の漁船が出港できないことに対しては、行政員農業委員会が保障を表明している。8月に発足したばかりの国家運輸安全調査委員会は、道路事故と水路事故の複合は委員会として初の事例であり、正式な調査報告は、 最短でも半年後になると表明した。仮復旧航路が仮復旧した国防部は M3 水陸両用自走化強車による支援を表明した。海軍は2日より崩落した桁を切断し、航路を確保するための準備作業を開始した。3日午前9時25分、臨時航路が開通し、小型漁船の通行が可能となった。4日、交通部は11月15日までにアーチ橋の 撤去作業を完了させる方針であることを表明した。5日、交通部は10月9日午前8時から24時間構内を封鎖し、クレーン船を投入して撤去作業に着手すると発表した。10日、総重量200トンになるアーチリブ部分の鋼材が撤去された。14日、橋桁部分の撤去作業を開始した。23日、崩落に巻き込まれた。 漁船三隻の引き上げと撤去が完了した。11月4日に橋桁の撤去作業が完了したことで5日から航路は正常化。民間1日、大鳥会精密工業創業者の拡大名は、自身の慈善団体英霊教育事前基金会を通じて、ギラン県政府に1000万入台湾ドルのギラン出身で、シャープ社長も務める大鳥会副総裁の対ただし後も、 台湾シャープ名義で県政府に100万入台湾ドルの寄付を表明した。また、地積み基金会が捜索活動に従事する軍の広報支援を行った。10月31日、台湾中油は事故当日に自社タンクローリーから運転手を救出したスタッフや漁民に感謝状を授与した。南方沖大橋の完成後は交通部参加の高企業であり、 キールン公務局などの再編と公安業務分離民営化により2012年に発足した台湾公務公司が財産権を保有し施設管理業務を行っていた2016年にキライ県政府が健康科技大学に委託して協量の検査を実施し判明した改善事項は港勤務公司により2017年から2018年の間に 1> 約1000万ニュータイワンドルを投じて補修されている。補修は、コンクリートの修復や、鉄筋の錆取り、排水管修復、各校のエキスパンションジョイント交換などが含まれていた。施行を担当した立英映像講師については、法人登記上は1985年に設立され、2002年頃には廃業し、創業者も不明となっている。 現在登記された住所には清掃業者が入居している。交通部では橋の基本資料は保有していたものの政府調達や入札に関する最高法が施行された1999年以前の春工であり、春工図面は行政院公共工程委員会も把握していなかった。管理者の港勤講師では前日9月30日の台風18号や 当日未明に発生し、隣の南大記号で震度4を観測した地震の影響を排除しないと述べている。この日は台風接近に備え、県全域で定番低下が発令されていた。しかし交通部によると、2016年から実施された外部委託による定期検査項目にケーブルのワイヤーの錆が含まれていなかったことが2日に判明し、 時代力量所属立法委員のコークマサが追求の構えを見せている。二日、港勤講師が天才を強調していたことについて、2016年の検査を担当した業者は、端に深刻な錆が生じていたことに気づき、何度も港勤講師に報告したが受理されなかった。と証言し、構造工学者の業界団体である、会の理事長も、 絶対に台風とは無関係と反論している。同様に現場を視察した台中市結構、皇帝に試公会の理事長も、崩落はワイヤーの錆が原因で、会場橋であることを考慮すれば、点検と補修が3年に一度では、不十分で、毎年やらなければならないだろうと述べた。新党所属立法委員のリ博ロ氏が立法院、交通委員会での質疑で、 港勤講師に対し橋の活荷重を尋ねたところ、港勤講師は49.27トンと回答した。交通部高路総局によると、台湾にある橋の大部分は40トン強であり、南方沖大橋は設計では国の基準を大幅に上回りながら崩落するという矛盾した答弁となった。高国政は3日。 立法院質疑及び自身の Facebook で南方沖大橋は特殊設計の橋梁であり、ケーブルは交通部が定めた特殊橋梁における必須点検項目にもかかわらず、同社の点検項目に含まれていなかったこと、及び点検が目視によるものだけだったことを批判した。台湾港務は2016年の未点検を行ったと答弁で、述べ、 当事長は3日に交通部長に対し口頭で辞意を表明した。点検業務入札の不透明さ健康課題が受注した点検業務自体についても、同大教授が運営する自社企業に再発注していることや、入札審査の議論権政府担当者が毎回同一人である不透明さを問題視している。7日、高国政は立法院質疑で、 2018年のギラン県政府の点検報告書は点検担当者の氏名とともに担当者の顔写真を添付する様式だが記入欄に健康課題教授とその妻の氏名があるものの顔写真は教授本人のものしかないことや目視検査のみだったにもかかわらず記録は D イコール1であるため点検報告自体が図算ではないかと指摘した8日 中華内集団参加の一万華内工事が受注した、二北市跡文区の第二跡文教の検査業務について、二重チェックのために検査と、品質保障の二工程を、別々の組織が行うべきところをいずれも、健康課題教授が運営する一万教豊か講師に、再委託にしていることが判明し、高国には、プレイヤーと審判が同じと批判している。15日、 高国政は立法院の質疑で一万教豊講師が受け負った南方沖大橋を含む複数の点検業務で無資格者を雇用していたことや臨時職員に近親者の名が連ねられていたことを指摘、航路総局が管轄する橋ではその低水準のまま検査報告を受理されていたことなどを追求した。崩落のメカニズム、石膏工業大学教授を含む中華、 人民共和国の土木学者2名は動画を解析して崩落のメカニズムを土木学会、中国航路学会が発行している業界史の中国航路学法で解説した。タンクローリーが通過後に13本あるケーブルのうち、中央から東側へ1本隣のものが破断、中央から西隣の2本も破断し、橋が両岸から収縮する圧力がけたと、 アーチにかかり破断したと述べた。交通分油研究所によると、全国21県市にある2万1000カ所の内長さ6メートル以上の、橋梁1万6328カ所について23%が、補修未着手であることが判明した。港勤務向施設立の2012年以降は同社に、財産権も移転しており、直接の監督対象ではない。以下のように全国に、 数万カ所ある橋梁の管理組織は分散しており、橋梁局の設立が提唱されている。自然災害に起因しない、道路橋崩落南方、沖大橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。